ところキックオフの時間が近づいてまいりました。今日の試合の実況は私西岡明彦、そして解説は堀池拓実さんもお迎えいたしました。堀池さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、試合の方が間もなく開始されます。新しい驚きの発見はあるでしょうか。フレンドリーマッチ間もなく開始です。楽しみですね。期待しましょう。試合が開始されます。ドリブル、パス、選択肢は一つだけではありません。ソサ、マティアス・ニコラス・ロドリゲス、アルゼンチン仕掛けてきます。パティ、決まるか。ゴールが決まった。前半9分、試合が動き出しました。サイドでの攻防はボールを奪い返します。パティ、パティ、振り抜いた。ゴールです。別のアングルからご覧ください。ボールを返します。フランコ・ディサント、ディサント、うまい。ここでためを作ります。打つか。もう少しでした。ファールになりました。イエローもありますか。ヘディングでのシュートはゴールならず。もうちょっと落ち着いてシュートを打ちたい場面でしたね。しっかりキャッチ。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。止めます。
集中を切ってはいけません。アルゼンチンのコーナーになります。フェルナンデス、入った。これはナイスシュート。このゴールは見事です。ビルドアップも丁寧でした。ピンポイントでボールが来ました。最高のアシストでしたね。この展開は予想できませんでした。さあ折り返した。素早く詰めたい。入るか。ポストに当たって決まりました。ゴールを決めてさらにチームメイトを盛り立てます。はい、キャプテンしっかりチームをリードしてますね。ボールウォッチャーにならずにうまく決めてましたよ。別の角度からご覧ください。大量リードを許した状態で再びキックオフです。そのまま返します。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。ホセ・ソサ、ここは2人で回します。マティアス・ニコラス・ロドリゲス、コーナーキックでチャンスを迎えます。いいロングシュートでしたがキーパーに阻まれましたね。うまく反応してセーブしましたね。ここはゴールキーパーお見事でした。マティアス・ニコラス・ロドリゲス、どうなる。イエス、ゴール決まった。さらにリードが広がりました。気持ちが切れてしまってますね。これはもっと入る可能性もありますよ。この角度からも見ましょう。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。激しくぶつかっています。打ってきた。ナイスシュート。ゴール決まった。これで2ゴール。ノリに乗っています。コースはほぼ狙い通りだったと思いますが、最後は一瞬時間が止まりましたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。中を確認したい。ディフェンス混乱していましたから危なかったですよ。打った。シュートはちょっと強引か。レフリーはプレーオンのジェスチャー。アルゼンチン続けます。味方を有効に使いたい。フランコ・ディサント、ここで打つ。このシュートはちょっと強引すぎたか。決まった。素晴らしいシュートだ。これはまだまだ行くんじゃないでしょうか。見逃しませんでした。よく見てました。
こちらのカメラからの映像です。決まりました。すごいシュートが入りました。すごいゴールです。素晴らしいシュートが決まりました。この試合に関しては力の差が出てしまっています。試合が止まった。ファール、カードはありますか。コロッチーニ、ホセ・ソサ、ゴールゲット。したでしょうか。主審オフサイドでプレーを止めます。ホイッスルが鳴って前半終了です。大きなアドバンテージを得ています。さて堀池さん、前半も終了して両チーム格の違いというのが出てしまっているように見えます。いかがでしょうか。はい、完全にゲームを支配してますね。失点も自己的なものではありませんから、後半もよほどのことが起こらない限り挽回というのは難しいと思いますよ。